肉じゃがは日本の煮込み料理の一つである。肉じゃがと呼称されるのは1970年代中盤以降とされる。肉じゃがは肉、じゃがいも、玉ねぎ、糸こんにゃくなどを油で炒めてから醤油、砂糖、みりんで甘煮にしたもの。肉は牛肉、豚肉、鶏肉などが使用される。カレーライスと同じ素材を使うために補給の都合が良く。 軍隊の食事として全国的に導入された。肉じゃがの料理名としての書出は雑誌主婦と生活の1950年1月号であり四ツ谷見つけにあった外食兼食堂のメニューに肉じゃががあったと報告されている。しかし、それがどのような料理であったのか具体的にはわかっていない。初めてレシピとして紹介されたのは 今日の料理のテキストの1964年5月号である。1970年代に入ってから多くの料理本で肉じゃがのレシピが掲載されるようになり広く知られるようになった。肉じゃがはドミグラスソースもルーも入れないので見た目はアイルランドの国民的料理であるアイリッシュシチューに類似する。広く流通している。 都市伝説として、1870年から1878年まで、イギリスのポーツマス市に留学していた、東郷平八郎が、留学先で食べた、ビーフシチューの味を非常に気に入り、日本へ帰国後に感情食として作らせようとしたが、命じられた、料理長は、ビーフシチューを知らず、東郷の話からイメージして、醤油と砂糖を使って作ったのが、始まりという話がある。 しかし、当時の日本ではすでに、ビーフシチューや、その変形である、ハヤシライスが、洋食屋での一般的メニューとして存在していた。また、東郷が、マイルやクレに赴任する前の1891年に、制定された日本海軍の、五藤クリアオット教育規則に、シチュー仕方すなわち、シチューの作り方と書かれていることから、当時すでに海軍では、 ビーフシチューのレシピが制定されていたことがわかる。それに、牛肉を醤油と砂糖で煮るのは、牛鍋や牛肉の大和煮と同様の手法であることなどから、代用したという説は単なる都市伝説に過ぎない。この都市伝説は、1990年代中頃に、舞鶴氏が、町おこしのため、舞鶴に赴任した。 東郷平八郎が肉じゃがを作らせたとして宣伝したことが始まりである。1995年10月、舞鶴氏が肉じゃが発祥の地を宣言東郷平八郎が初めて司令長官として赴任したのが舞鶴鎮守府であることをその根拠とした。1998年3月、広島県呉市も肉じゃが発祥の地として名乗りを上げた。 東郷は、マイズルより10年前に、クレ・チンジュフの参謀長として赴任していることを根拠に挙げている。そこで両ともに、マイズル、クレの双方が、発祥地としている。近年は、発祥地に関する、論争を逆手に利用し、それぞれが、ライバル関係をアピールしながら連携して、肉じゃがと、海軍ゆかりの街をアピールする活動が多い。また、 それぞれの町ではご当地グルメの肉じゃがが考案され、地域おこしに利用されている。陸海軍それぞれ公的な教本などにレシピが記載されており、肉じゃがの調理法は両軍問わず日本軍に広まっていた。海軍経理学校で1938年に刊行された海軍クリア業管理教科書には、作業の号令をかける放水指揮官の教育用にあまりが 参考料理として掲載されている。なお、これは、号令をかける適切なタイミングをあまにお礼として、示したものであって、正確にはレシピではない。日本陸軍でも、1928年に刊行された、レシピ集である、軍隊調理法の中に、牛肉煮込みという名称の料理が記述されている。この料理は、現在の肉じゃがに似ているが、しかし、高森、 2006年 P277 は肉の弱くなるまで車熟するのであれば、すき焼きにジャガイモを放り込んだ料理だとして肉じゃがとは認めていない。マイズル肉じゃがに関するカテゴリー、くれ肉じゃがに関するカテゴリー。ありがとうございます。